阪神3の 2DeNA CS ファースト10日横浜10日に行われた DeNA と阪神のクライマックスシリーズ CS ファーストステージ第3戦での最後の攻防に出し切った選手がファンの注目を集めている。ラストプレーの後、立ち上がれない選手と支える仲間に、起きられないところを支える仲間たちに感動しました。高校野球通ってくらい熱いな。これぐらい痺れるのが CS の醍醐味よ、と感動のコメントがついている。DeNA は1点を追って迎えた9回、一死満塁の好機を作った。打席に送ったのは今年チームに復帰した40歳の藤田。マウンドの湯浅のもとには阪神の矢野監督が自ら向かった。初球を強振すると打球は前進守備の二塁手の正面へ、本塁一塁と転送され、併殺でゲームセット。一塁にヘッドスライディングした藤田は悔しさのあまり動けなくなった。歓喜の阪神ナインの裏で顔を上げられない藤田のもとにはチームメートが集まっている。このラストシーンを試合を配信したダズンが公式ツイッターに公開。ファンからは何か切なくなったけどかっこよかったです、お互い必死のプレー全力を尽くす姿はかっこいいと敗者に感動したという声が集まっていた。